団長なんだ、むちゃくちゃ仲いいじゃんかよ、団長団長もほらよっどういうこと、叩いていい？うちらは無礼講です。4人で仲良くしようぜ。5人だろ、5人。ああ、ボケんなよ、団長。4人だろ。5人だろ。頭のネジ緩みすぎてんじゃねえのか。ああ、誰だ。俺だ。豚が喋ってる。今さらそこでビビるか。嘘だろ。人の言葉喋る豚なんて全く無意味だ。おい、さっきから何騒いでんの。キング！あれのどこがキングなんだ。まあ若干痩せたか。若干じゃねえし、それ以前の問題だ。王国の王女様だ。第三王女だっけ。はい。お、王女様、それを早く言ってよ。そうと分かればきちんと清掃して。うん、いえ、あの、お、変わった。そこじゃね。3人とも神器はどうしたの。なくしちゃった。売っちゃった。取られちゃった。ありえない。あー、団長ってば。僕が豚の丸焼きが好きってことを覚えててくれたんだね。違う、俺は食用じゃ。あっちー、焼かなきゃ食べられないもんね。なんかいい匂いがするな。おい、見てね、フリくんじゃね。そんな小さい体で、そんな細い腕でさ、一体何ができるっていうわけ。王女さんにできることなんて、せいぜい団長のタオルを取り替えて看病するぐらいじゃないの。そんな言い方あるかい。世の中の女の子の大半はてめえみたくでかくて強いわけじゃねえんだよ。メリオダス様の傷はまだ癒えていないのよ。エリザベスちゃん、痛いっす。なんか治ってる。そんな嘘。どうしたんだ、今日はやけに積極的だな。そういう意味じゃ。どんどん触っていいぞ。ほれほれ。でもそんな。いいから早く服着ろや。まさかオイラたちの名前をそのままでエントリーしてないだろうね。安心しろって、その電話抜かりないんだね。続いて3組目はケイン対わしか。おっさんおっさんって誰、そのひどい名前は。オタクですよ。もっとマシな名前つけてくれよ。なんだよ。団長、あの服まさか。ああ、間違いね、うちの制服だ。なに、まさかエリザベスちゃん。エリザベス様ってあんなに強かったの。あれがエリザベスだとしたら、おかしな点が一つある。おかしな点、それは一体。いつもより若干胸が小さくて尻が大きいな。バレちゃった。誰だお前。知らない、団長のバカバーカ。俺が何を。本当に団長バカだな。なんで早く言わないんだよ。だってん、お前が体当たりしてきたんだろ。ディアンヌ、離れて。あ、そうだ、下ろして、早く早く。忙しいやつだな。はい団長、いたずらしていいよ。それでは喧嘩開始。キングが武器なしで戦うところ、僕初めて見るよ。俺は二度目かな。あいつの喧嘩は半端ねえんだ。ディアンヌ、君に捧げよう、この喧嘩祭りの勝利と神器ギデオンが。そんなにすごいの。ああ、
武器なしのキングは。ああ！めちゃくちゃ弱い。どうしたんだ、ディアンヌ。珍しく緊張してんのか。次の相手もなかなか手強そうだしな。よし、あんなもん見せられたらこっちもガゼンテンション上がるわな。あ、大変、早く行かなきゃ。はい、団長。力を抜いて俺に身を任せろ。気持ちいいぜ。空を飛ぶような感覚でいけるぜ。あいつすげえな。スケベ発言連発だぞ。あっ、違う。そうなの。なんで違う。俺は女を傷つけるのが好きじゃねえだけだ。あ、メリオダフ、こっち向いて。今夜もまた一緒に行けないことします。おっと、メリオダフにピンクのせい。羨ましい。やっぱ趣味は盛り上がんねえとね。ねえ、俺様の真似袋。